こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品購入後、嫌がらせのキャンセルをされました。トラブルの対処方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。えー、この場合ですね、えー、商品キャンセルなんですけど、えっ、ー、と、私も、あの、先日、えっ、ー、と、このようなね、行為ですね、えっ、ー、と、されました。で、 対応方法ですね。これはですね、すぐにえメルカリ事味局へ連絡してください。で、えっと、早ければえ3時間以内ですね。3時間以内に対応してくれます。それと、購入相手を必ずユーザーブロックしてください。これで、嫌がせ購入者との取引は一切なくなります。ですので、え取引はありません。それと、 この購入者に対してメルカリはえ強制的に制裁を行うので安心してください。えっ、ー、と、制裁というのはこの購入者がメルカリを利用できなくなる場合があります。ですので、一切かからなくなるので、まあ、その点はね、安心してください。それと、この出品で失ってしまった、えー、と出品時間ですね。 あると思うんですけど、これはね、あの、忘れて、まあ、再出品ね、した方がいいかと思います。まあ、ぜひね、あの、この、まあ、私もあるんですけど、ぜひ、まあ、この点ね、まあ、忘れてね、出品していただければね、いいかと思います。では、LINE 登録、お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサルと、10万円稼げる、 マルティマニュアルプレゼントします。え、なぜ10万円稼いかを詳細に記,記載していますので、ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。